こんにちは。グランピーです、えー、今日はですね。また新しい自転車を組んだり、その紹介をしていきたいと思います。えーとですね。今回ですね。えっ、ー、とまマウンテンバイクにも乗ってるオーナーさんがですね、えー、組んだ1台でしてちょっと待ってくださいね。ちょっと不安定ですね。大丈夫ですか？大丈夫ですね。で、えっ、ー、と。まずその1台で元々あの山入ったり、友達とサイクリング行ったり楽しまれてたんですけど。 さ、えっとまあ、すが、ね、にロードバイクの友人と一緒にサイクリングがするのはちょっとつらいということで,です、ねえー、もうちょいマウンテンバイクで走る自転車が欲しいということで、今回選んでいただいたのは、この、えー、ボムトラックのアライズになります。でボムトラックのアライズを軽く説明しますと、マクロモリフレームで、えー、シングルスピードも OK なモデルですね、これももともとシングルスピードのモデルです。いい、えー、いろいろ拡張性が高いこの辺のの辺マウントの キャリアのマウントとかですねついてたりこのドリンクホルダーというボトルケージの台座がもういろんなところに出てたり、えー、キャンプに使ったりなんだりいろいろできる車体なんですけど、えー、これを選んでいただきましたでこの選んで最大の理由はあの一目惚れだったんですけど、えっとまあ、そのほかにもこの拡張性の高いところとかこの もともとシングルスピードですけど簡単にギアド化できるというところこの辺が決めたとなって今回このアライズを選んでいただきましたはいでもともとこれドロップハンドルのモデルで今回フラットバーにカスタムしてるんですけどいろいろカスタムに悩まれましてもギア度にするのかどうか、えー、その辺いろいろ悩まれたんですけど今回ですね、まあ、シングルのままでフラットバー にカスタムって形になりましたで、まあ、オーナーさんがですね、あのー、友達のロードバイク乗った時に自分にはドロップバーは合わないなと感じられたそうでもうハンドルはまあフラットバーにしたいってことに今回はフラットバーにしましたで選んだフラットバーですねこのライドファーの何だったかなスパ元バーですかねちょっとこうモーターサイクルっぽいフォルムのハンドルバーですねで元々このオーナーさんもあのヴィンテージの オートバイが大好きな方で、えー、ヤマハの DT だったかなに乗ってるっておっしゃってましたで、まあ、このちょっとバイクっぽいこのフォルムがちょっと気に入られてこのハンドルバーにされましたであのブレーキも元々あもともとドロップハンドルバー用の,あの機械式ブレーキがついてたんでちょっと機器が不安だったってこともあって、えー、マウンテンバイク用の油圧ブレーキにしてますこれスラムのレベルというモデルですね 割完前後で1万67000なので、割とリーズナブルに使えるブレーキですね。はい、こんな感じですね。で、まあ、今後、このギアードにするのかどうか、えー、またもしかすると、もっと走りたいと思えばドロップバーに戻すかもしれないということもあるんですけど、とりあえずはこの状態で、えー、楽しみたいということなんで、一生,一生懸命というか。 いっぱい乗って楽しんでいただければなと思います。で、えー、ままあ、乗りもサイクリングも、えー、十分楽しめる仕様になったんじゃないかなと思います。あとですね、もう一つ、えー、やるとすれば、チューブレス化をしてあげると、えー、もっと快適に乗れるんじゃないかなと思います。リムはですね、これ、チューブレス対応してるんで、えー、タイヤをチューブレス対応のタイヤにしてあげれば、チューブレス化すぐにできるので。 えー、チューブレスがぜひやっていただきたいなと思います。はい、そんな感じで、えー、ボムトラックのアライドちょっと街乗り快適仕様というかサイクリング仕様にしましたんで紹介でした。ありがとうございます。<music>